はい、こんにちは、カズボウです。前回に引き続きポリスノーツのパート2を始めたいと思います。前回ですね、主人公は宇宙で、前回のあらすじ見ましょうか。じゃあ、こんなのも見れたりできるんですね。ジョナサン・イングラム、30年前エンプス事故で過去を失った男。要はね、宇宙をね30年間漂流して、コールドスリープから、蘇ったっていうか、目覚めたんですけど、結婚してたんですよ、このジョナさんは。そして、要は、嫁がいるわけですけど、もう嫁はコールドスリープじゃないので、もう30年分年取ってるんですね。そして、新しい旦那がいると。そしてね、主人公からしたら、昨日のお話なんだけど、ここなんですけどね、これ前菜ですね。見る。話しかける。あ、ロレイン。話をやめる。いや、なんでもない。どうしたの？話してみて。見る。随分高そうなネックレスだな。ええ、真珠なの。ビヨンドでは真珠はなかなか手に入らないんじゃ。ええ、ビヨンドでは真珠の養殖に成功していないし、ホームでも年々生産量が減っているから。もうすごいです。高級なんですよ。間違いない。ロレインだ。ジョナサン、そんなに見ないで。私もう50よ。50だって。自分の嫁だけ年30歳も取っちゃったんだね。話しかけよ。ロレイン。何？ジョナサン。相手に聞く。事件の依頼について。それじゃあ話を聞こうか。で、君の夫がどうしたって？夫の北条健三が、3週間前、会社に出かけたきり行方不明なの。なんだって？会社や警察に問い合わせても誰も取り合ってくれないの。それで地球へ？嫌な予感がするの。何かあったに違いないの。蒸発とかじゃ？蒸発なんて考えられない。この地球ならともかく、コロニーで行方不明だなんて、きっと何かの事件。脅迫みたいなのか？いえ、何も。まるで神隠しにあったみたい。金目当ての誘拐ではなさそうだ。相手に聞く。ジョナさんが前の旦那なんですけど、今の旦那、北条健三という人が今のロレインの旦那みたいですね。そして蒸発というか行方不明になったっていう依頼ですね。ロレインの家族。ロレイン家族は？娘が一人いるわ。カレンっていうの。いつの間に自分の嫁が、いつの間にか子供がいます、ね、相手に聞く。娘について。君の娘さんは今どこに？カレンはビヨンドでニュースキャスターをしている。すごいですね。カレン、娘はカレン、ニュースキャスターしてるって。ニュースキャスターか。ビヨンドでは結構メジャーみたいよ。有名だって。ここもう一回聞いてみようか。一通り上から。ビヨンドについて。ビヨンドはどうだい？あなたがポリスノーツをしていた頃とはだいぶ違ってるわ。もうすっかり落ち着いて普通の街と変わらないかもね。普通の街が、街ぐらいの建物がいっぱいコロニーにはあるそうです。北条健三について。君が再婚した北条ってどんな人物なんだ？北条は日系二世で、あの徳川グループの徳川製薬に勤める技術者よ。気真面目で勤勉で、とても悪いことなんかできない人。そうだ、写真持ってきたの。これが彼の写真よ。なるほど。どう見ても悪人には見えないな。幸せそうじゃないか。ええ、この写真預かってくださるわよね。強引だな。強引ですね。すごいですよね。自分のこう再婚相手を幸せそうに写ってる写真預かっていただけるわよね。何かあるんじゃないか。北条健三の様子。消息を絶つ前に北条に何か変わったところは？毎日同じ時間に出て行って同じ時間に帰ってくるような典型的なサラリーマンだったの。技術者っつってましたね。
まあ私の知ってる YouTuber で科学者って人がいるけど、まあ全然関係ないですね。外泊の多いデカとは違うか。それがここ数ヶ月不規則な生活が続いたわ。それだけでは何とも言えんが、何らかの事件に関わっていたってことか。それは兆候があったということは、やはり金目当ての誘拐の線は消えるな。ごめんなさい、 YouTuber じゃないですね、ゲーム実況者ですね。相手に聞く。北条健三との結婚、北条との結婚は、あなたが行方不明になってからすぐにビヨンドへ渡ったの。あんなに嫌がってたビヨンドに。うちを嫌がってたらしいですね。あなたの見ていた夢と同じ夢を見たくて、夫には徳川の主催する日本人祭で知り合ったわ。日本人祭、日系二世って言いましたね。日本人祭、ビヨンドにいる日本人のお祭り。どうして君が。私も日本人の血を引くから。先生、ロレインも日系二世、日系二世だって何か言ってましたね。徳川について、ビヨンドだけではなく全宇宙に君臨しているコングロマリット企業よ。どうでもね、全宇宙、要は地球、ビヨンド、もう全部占めてるようなとんでもないでかい会社か。元ポリスノーツのジョゼフ・サダオキ徳川が三代目として組織を動かしてるわ。サダオキの名はここでも有名だ。徳川の社員なら誘拐も考えられるな。いい金になる。ビヨンドで徳川を相手に何とかしようなんて誰も思わないわ。報復も怖いし、割に合わないもの。すごい力を持ってるんですね、徳川がね。捜査の手がかり。ロレイン、君の勘だけではわからないな。何か手がかりになるようなもの。北条から預かっているものがあるの。カプセル剤と葉の切れ端なんだけど、なんだかわからないけど重要なものらしいわ。カプセルと墓。自分に何かあったらこれを警察か信用のできる人のところへ届けるようにって。信用のできる人かね。蒸発なんかじゃないでしょ。信用のできる人。カプセルについて。どっちからでもいいが、それはこれがそのカプセルよ。何の薬だ。わからない。徳川製薬に関係するものだろうか。これ預かってくださる。歯について。じゃあもう一つの。すごいですね、その歯の切れ端ってのは。ちゃんと覚えてるっていうね。これがその歯よ。見たことのない歯だわ。しかしなぜ半分なんだ。最初から半分だったわ。預かってくださる。それ自分から話す。自分のこと。じゃあ俺のことを話そう。3年前から探偵をしている。客の入りは見ての通りだが、なんとかやっていってるよ。そう、ちょっと安心した。自分から話す。オールド LA のこと。オールドロサンゼルスに住んでますね。俺たちがいたあの頃から30年近く経っている。何も変わっちゃいない。本当のロスは北に移転しちまったがな。ああ、そうなんだ。たまに今日みたいに雪が降るんだ。異常気象らしい。ロスに雪が降るなんて。ロスって降らないんですかね。例の地下鉄もスラム化が進んだんで廃止になってる。ビヨンドの発展とは対照的ね。ここは時代から取り残されたところだからな。ホームでは誘拐事件がレイプや強盗について多発しているんだ。もう思わずピーって入れそうになりましたね。今じゃ麻薬や売春より人身売買の方が儲かるらしい。ひどい話ね。だから君の依頼のようなケースは最近珍しい。受けてくれる？その前に詳しく聞かないとな。持ち物を見せる。北条夫妻の写真。これが北条か。数少ない夫の写真。捜査に役立てて。なるほど、貞沖が好みそうなタイプだ。勤勉な人を好むんですね。勤勉そうな。カプセル。このカプセル、どんな意味があるんだろう。
特に変わったところは見当たらないけど、調べてもらえるでしょ。葉の切れ端、この葉が重要とは思えんが。何の葉かしら。そっちも調べてもらえる。カプセルに葉の切れ端か。専門の分析屋にでも頼まないといけないかもな。心当たりはある。徳川の息がかかっていないところじゃないと。ここはホームだ。その点は大丈夫。自分から話す。全部できました。事件の依頼、つまり人探し。北条を探してあなただけが頼りなの。ロレイン、今預かったものの他には。ここ最近気になることを言っていたわ。しかし徳川が関わっているとすると厄介だな。気になってる。なんだろう。北条を探してあんただけが頼りなの。ロレイン、今預かった。あ、これ一緒ですね。ロレインの家族、娘と夫の3人家族よ。この夫妻にカレンがいるって感じですね。優しそうな夫、大した娘、あ、大成した娘、幸せそうじゃないか。ジョナサン、娘について。今年で27になるわ。まだシングルなの。一人者、まあ独身ってことですね。27、まあ、若いですね。君に27の娘がいるなんてすごいですね。多分いなくなって、これジョナサンが宇宙漂流する前にこの人27とかでしたね多分ね。さっきも言った通り私はもう50なのよ。そんなこと言われてもね、いきなり現実受け入れろってね、まあ受け入れなくちゃいけないんだろうけど。ビヨンドについて、ビヨンドも今年で30周年を迎えるわ。もう作ってた場所が寝て起きたら30年経ってるっていうね。30年も経てば健全でいられなくなる。遠回しな言い方だな。人が住めばどこも同じよ。それにさっきも言ったようにビヨンドは徳川色が強いの。企業コロニーと言ってもいいくらい。もう要するに一世代できてるってことですね。30年も経てたね。北条建造の様子、怒ったり怯えたり普通じゃなかったもの。あ、なんかあったんですね。じゃあね、あの人がこんなに漏えんするところなんか見たことなかった。もうなんだろうね。つまり誰かに狙われてたってことも考えられる。北条建造との結婚、許してジョナサン。私一人では耐えられなかったの。寂しかった。誰かに頼りたかった。そんな時夫は私によくしてくれた。まあね、まあこの人がしたらジョナサン帰ってくるかどうかわからないですからね。捜査の手がかり、お、その今預かった手がかりの品の他には。口癖のように言ってたことがあるの。プラトーに何かあるって。プラトーに何かある。なんだプラトー、何のことだ。何でしょうね。プラトーとはってある。プラトー、冥王星、冥王星のことですから。わからないわ。プラトーなんてまだ人類の手が届いてないもの。この世界でもまだ冥王星には届いてないみたいですね。依頼の内容については君の話で大体わかった。確かにただの蒸発じゃなさそうだ。ジョナサン、引き受けてくれるわよね。お金なら心配しないで。お金はドル？円？待ってくれロレイン。どっちしましょう。依頼を受ける、断る。受けましょう最初は。まあいつもね、はいといいですね。これRPG8、まあ EA も選んでくださいってあるんですけど、まあここはおとなしくしときましょう。まあね、気になるし。ロレイン、即答はできないが考えておくよ。ジョナサン、引き受けてくれるんじゃ。悪いがしばらく考えさせてくれないか。今日のところは。そうね。今日のところは。すまない、これは預かっておくよ。わかった。また来るわ。週末までビバリーヒルズのホテルニューローズにいます。いつでも連絡して。ビバリーヒルズ。ジョナサン、私許してもらおうなんて思ってない。あなたの帰りを待ちきれなかったの。ごめんなさい。あなたが救出された、私心から嬉しかった。もっと早かったらすぐにでもあなたのところへ飛んで行けたのに。それが痛かった。まあね、許せない気持ち。
ここへはどうやって？ホテルで車借りたの。クラシックな感じの。そうか。会えてよかったわ。じゃあ。かっこいいな、今の決めてね。今このジョナサンと、俺も会いたかった。もっと早くに。このジョナサンと同じ気持ちになったらゾッとしますね。自分同じ境遇に置かれたらね。いきなりの銃撃戦になると、これでここにいました。置いてますね。三角ボタンでリロードできました。おっと、久しぶりにやるとやっぱやばい。やばいやばいやばい。どっかに隠れてますね。やばい、体力が減ってる。これね、撃ったらね、こう壊せるんですよね。どこにいるか分かりますよね。ここなんですよね。なんとなく感触をつかみました。調べられます。見る。路地だ。ずっと続いている。路地へ入る。ここからでは奴の姿は見えない、ね、ということで今回はここで終わりたいと思います。次回得体の知れないものを追いかけましょう。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。続きが見たい方、気になる方、面白いと思った方は、画面右下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。タブレット、スマートフォンの方は、この画面の下にあるチャンネル登録ボタンのクリックをよろしくお願いします。カズボーは、フリーのホラーゲーム、探索ゲーム、ロールプレイングゲームを中心に挙げておりますが、これ面白いよ、やってみて。初見でカズボーをビビらせてやろうなどなど、ゲームのリクエストなどもどんどんやっていくので、ぜひ何かあればコメント欄への記入をお待ちしております。